どうもジョインチャンネルです。本日はですねウィーレ2021ガチャを引いていこうと思います。で今回は、狙うところはこちらですね。クリスティアーノ・ロナウド、ベッカム、そしてフィーゴ、この3人を狙っていきたいと思います。あわよくばこちらのネイマール、この辺りも当てていけたらなと思います。まあ、ちょっとそんなにうまくいくとは思いませんがやっていこうと思います。今マイコインがですね3390枚ありますので33回はチャンスがあるということですね。では早速やっていこうと思います。頼むぞ。どうかな。はい、次行きましょう。バルカス、頼む頼むよ。スペイン、ナチョですね。ブラックボールが来ないとお話にならないのでね。頼むよ。マリパン、さあ次行こう、どんどん行こう。次行きましょう。頼むぞ頼むぞ。なかなか来ませんね。頼むよ。 20% の確率でブラックボールだよ。次頼むぞ頼むぞ。いやマジで出ないもんだな。次行きましょう。来い。ブラックボール。顔見てもわからん。カゼミーロー。オッケーオッケー。この勢いで。行ったれ。イタリー、あと16回しか引けないよ。そろそろ頼むよ。ブラックボール誰が来るの。ベンゼマー、現在ブラックボールが2人ですね。カゼミーロと、ベンゼマ来てますね。さあ次こそ頼むよ。おおマルセロ、あと13回、いきます。お、まさか、ああかぶってると思ったけど違った。おお、アザール、さあ次こそはクリスティアーノ・ロナウド、ベッカム、フィーゴ、頼むよ。ガラタサライ次いきます。ゴー、誰来る。持って
てるよ。さっき当たったよ。次行きます。頼むよ。あと10回だよ。さあどうなの。ここで来るのは、バラン。まあ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 いいでしょう。あと9回、頼むよ。一人ぐらいは来てくれよ。お目当ての選手一人は頼む。来い。イスコ。いや、イスコか。イスコは好きだけど。あと3回でロナウド、ベッカム、フィーゴ来てくれ。頼むよ。お願いします。さあ残り2回となりました。あと2回、逃げます。本当に当たらん。さあ残すところラスト1回となりました。ここで当てたい。なんとしても当てたい。頼むぜ。奇跡が起こりますよ。行こう。ゴー。あるんじゃないの。マジ？初めての演出だよこれ。俺が見た中で。誰？ロナウド！ロナウド来た。奇跡起きた。本当にラスト1回でしたね。来ましたロナウド。いやーこれは嬉しいな。さあ一回ちょっと選手見てみますね。さあでは今、選手リスト並び替えてみました。あ今当たった選手が、クリスティアノ・ロナウド、それからカゼミーロ、そしてカゼミーロ。これ2人かぶってたら、どうすればいいんだろう。ちょっと後でネットで見てみますけど、コメントでも教えてもらえると助かります。お願いします。あとはベンゼマ、ベンゼマとハザードで、バラン、イスコですかね。ブラックボールだったら。お、結構キャラが、増えてきました。まあ、ガチャそんなにやってなかったので、今回結構引いてみました。まあ、今回お目当てのねクリスティアーノ・ロナウドが、引けてよかったかなと思います。これから試合の動画とかも上げていきたいと思うんですけど、いかんせんちょっと僕下手なので見るに耐えないと思うので、まあガチャだったりとか、でもそうは言っても、試合の動画も上げていこうと思いますので、ウイレでもウイレじゃなくても、こんな動画見たいっていうのがあったらぜひ、コメント欄でお待ちしておりますので、ご意見をよろしくお願いします。では、今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。